はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、朝の挨拶の暗い学級、これを改善する方法をお示しします。朝教室に行った時にですね、最初に一斉に挨拶するクラス多いと思います。で、その時にですね、子どもたちの声に張りがなかったりね、元気がない場合ですね、そんな時どのような指導が有効かということについてお話をしたいと思います。ほとんどの場合ですね、子どもたちが自分自身元気なく挨拶しているという自覚がなかったりするんですね。ですので、まあそこに気づかせる指導が中心になるんですけども、まずですね、私はこうしてました。まあこれもですね、個別評定が非常に有効なんですね。いい声で挨拶してる子もいるし、まあそうでない子もいるわけですので、まあ一斉に君たち声が出てないよっていうのもね、問題があるわけですよね。やはり声を出している子たちもいるので、そういう子たちも評価しながら、まあ全体として元気のいい挨拶ができるようにしていくわけですよね。で、その方法ですね。で、私はね、こんな風にやってきました。まずですね、挨拶し終えた後ですね、この後言います。今隣の子の挨拶の声が聞こえた人は手を挙げなさいっていうふうに言います。そうすると手の上がらない子というのが必ず言いますよね。で、そこで言うんですね、はい、じゃあ今手を挙げてもらえなかった子はね、ちょっと立ってっていうんですね、まあ、立ちなさいみたいに強く言わないですよね、手を挙げてもらえなかった子はね、ちょっと立ってねっていうふうに立たせるんですね。そしてあなたたちの声はね、どうもね、少し小さいようだから、もう一回だけね、挨拶してみましょうっていうふうに言うんですよ。そして一回させます。そうすると大体ですね、みんなね、ボリューム上がるんです、そこでね。で、そこで、あ、すごくいい声が出たね。はい、座っていいよっていうふうに座らせて、で、じゃあ全員でね、もう一度元気のいい挨拶してみようよっていうふうに言って、もう一度挨拶させるんですね。そうすると、いい声が出てるはずなんですよ。で、そこで、いやー、とてもいい挨拶だね、気持ちのいい挨拶だねっていうふうに褒めて終わりにするんですね。まあこういう指導法です。前回紹介した音読のボリュームアップの方法と、まあ原則は同じですね。原則は同じです。で、これいろいろだから応用できるということなんですね。で、大事なことはですね、ここですね、子どもたちに最良の状態を今のようにね、まあ多少強引にでもですね、体験させてイメージを作っちゃうことが大事なんですね。で、イメージができると、あ、こういう挨拶をするといいんだなっていうね、一番いい状態をね、体感させることができるわけですよね。そうすると次から、はい、みんなの挨拶ちょっと今日は元気ないよって言えば、あの時のあのイメージだなっていうことに気づくんですね。ですから子どもたちにいいイメージを作るってことは非常に大事なんですね。で、これもですね、まあ、教師の指導によって挨拶の良い状態、良いイメージを子どもたちに持たせたという実践ですね。ですからそのイメージがある限り、また次ですね、例え声が暗くなってもすぐに修正できるというふうになると思います。いろいろ応用できる方法だと思いますので、ぜひね、先生方の教室で実践してみてください。はい、それでは今回のお話は以上になります。今私 YouTube でメンバーシップというね、有料の動画ですね、それを配信しています。で、毎月テーマを決めているんですが、3月のテーマは新学期、4月に向けての学級経営についてやっていこうと思っているんですね。で、まあいわゆるね、組織的な学級経営論については無料動画の方でたくさん出してるんですよ。ですからまあそれを見ていただくんですが、3月メンバーシップでやりたいなと思っている内容は、授業作りのための学級経営論なんですね。ですから1年間を通して快適な授業をしていくための、その基礎を4月に作っていかなきゃいけないわけですね。で、そのための指導法について3月中に配信していこうと思います。で、これ3月中に学んでおけばですね、4月に間に合いますよね。4月になって学んだじゃ遅いんですよ。ですから3月のメンバーシップのテーマは4月の授業における学級経営ということでやっていこうと思いますので、もしよろしかったらですね、この辺にメンバーになるっていうボタンがありますので、押すとね、そこで案内が出てきますから、ぜひ参加していただけるといいかなというふうに思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。